皆さんこんにちは。ニュースふたば特集版です。町では、昨年12月に、避難指示解除に関する考え方を策定しました。これは、2017年9月に、特定復興再生拠点区域、復興再生計画が、内閣総理大臣の認定を受けたことにより、町内の帰還環境整備が、急速に進んでいる中で、取り組むべき課題や、スケジュールなどについて整理したものです。町が、どのような考え方で帰還を目指すのか、今回はその内容を、動画にまとめました。東日本大震災と、震災に起因した、東京電力、福島第一原子力発電所の事故による、全町避難から間もなく8年。現在、双葉町では、今から約3年後の2022年春の帰還開始を目指して、町内の拠点、生活環境、インフラの整備を進めています。町への帰還が開始された際に、町内で働ける環境を作るため、海側のエリアに新たな産業、雇用の場として、中野地区復興産業拠点の整備を進めています。かつて水田が広がっていたエリアが今後人の流れを生む起点となる産業団地へと変わりつつあります。また並行して企業誘致活動も行っており、現在立地協定を2件締結し、その他にも約20社と協議を進めています。町内を走る高速道路、常磐自動車道では、2019年度末の供用開始を目指し、現在、寺沢地区にインターチェンジの整備を進めています。また、このインターチェンジから海側の中野地区復興産業拠点を結ぶ道路、復興シンボル軸の整備も進めており、高速道路を降りてから海までのアクセスが快適になります。町内の鉄道路線、JR 常磐線は、2020年春の開通に向け復旧作業を進めています。今までは駅の東側からしか利用できなかった双葉駅ですが、東西自由通路とともに双葉駅橋上駅舎の整備を行い、駅の西側からも利用できるようになります。2020年春には町内の一部地域において人々が自由に訪れることができるよう、避難指示解除準備区域と双葉駅周辺の避難指示を一部解除するとともに、一部地域の立ち入り規制緩和を行う予定です。また訪れた人々と町をつなぐ拠点として、レストランやコンビニ、休憩所等を備えた産業交流センター、震災事故の記録教訓等を国内外に発信するアーカイブ拠点施設の両施設が2020年夏にオープン予定であり、震災・原発事故の犠牲者への追悼と鎮魂、復興への強い意志を発信する場として復興記念公園も国と県により整備されます。この時期には役場の一部機能を駅の周辺で再開する予定です。この時点ではまだ実際に町で生活するに至りませんが、就業者や来訪者、一時帰宅された町民の方などで、現在より多くの人々が町内で活動できるようになります。2022年春の帰還開始を目指し、 JR 双葉駅西側に公営住宅や住宅団地、生活関連サービスの提供に向けた整備を行い、どなたにでも安心して生活していただけるよう新たな生活の場を確保します。また双葉駅東側の元の市街地も民間事業者とも協力しながらふるさと再生を図ります。この他にも双葉町内での居住開始に向けて様々な準備を進めます。2022年春頃には特定復興再生拠点区域全域の避難指示が解除され、町での生活を希望する方々の帰還、
また新たな町民の居住が始まる予定です。震災から長い年月が経過する中、町民皆様の事情は様々であり、将来町に戻るかどうかは町民皆様一人一人の判断です。町では町民の皆様がどのような選択をされても、ふるさととつながっていられる取り組みを行いながら、町の復興、再興に向けて歩みを進めていきたいと考えています。皆さん、今月のニュースクタバ特集版はいかがでしたか？お別れは、2月27日に撮影した町内の様子です。町では定期的にドローンによる町内撮影を行い、撮影した映像を配信しています。復興に向けて日々変化する町内の様子をぜひご覧ください。それではまたニュースクタバ情報版でお会いしましょう。